軍神とは、軍事、戦争を司る神。武神もしくは当人、戦神とも言う。壮烈な戦死を遂げて神格化された軍人。軍神とは、戦勝や武運長久を祈願し、引き届けてくれると言われる神を指す。日本では、アマテラス大臣が、にニギのソを、吉原、中国に下されるにあたり、竹三和知人と、 共通主審が先発して平定したという古事が日本書紀に記されており、その二柱の神をそれぞれ祀った鹿島神宮、香取神宮は古くから軍神として崇められた。また、吉原、中国を建国した大国主審や、その子供で武見和知人と戦った武見中田人も軍神とされる。関英書家系図伝第一には源頼親家が、 公平五年に、下記して、合戦の勝負、今日にあり、我、軍心を排す、と称し、高く声を上げること三度とあり、時の声と同様に三度繰り返す作法が見られる。また、平安時代後期から中世にかけて、武家の筆頭であった聖は源氏が、岩清水八幡を氏神とし、鎌倉の鶴岡八幡宮をはじめ各地に誕生した、ことから、八幡神は広く武士たちに軍心として、 崇拝されるようになった。人々が地上で戦いを繰り広げているとき、天井では神々も同じように戦っているとする新聞、神戦思想は鎌倉後期の猛虎襲来時に最も明瞭な形で現れるが、一世紀後の明徳期においても同様の思想が確認でき、内容としては神社において神戦が集まらないことを不思議に思った僧侶の夢の中で、 名徳の乱に際し、八幡神が、巣は、住吉神に命じ、とに、神々が集まったため、神が留守になった者では、祭礼も神仙も必要ないと告げられたという記述である。中世では、神仏集合の影響から、軍神は、肉食を嫌うという考えが現れ、神泉の仏の伝の、君越衆巻六、巻八には、諸肉を軍神が嫌う、陣中では、 筋肉食という記述が見られる。また巻き獣、実験では、害の声は、軍心の感情であり、かつ害を作ることは、軍心を送り返したてつる声で、あると記している。軍心は、戦場では旗に降りると考えられ、小田原北条木巻さんには、上杉と貞は、父が死別してから百か日にもならないのにもっぱら合戦に明け暮れていた。神は、 正常なところに身を宿し、お宅から姿を消す。一体、汚れに染まった旗の上に、どうして守護の軍神も姿を宿そうかと記述があり、軍神といえども墓中の汚れを嫌うという主張がなされている。戦場で打ち取られた首は、首実験後、軍神に捧げられるものであり、関東イニシエ戦六さんでは、上杉影虎は、 首実験をして軍神への生贄ができたと喜んだという記述がある。近代以降になると有望な戦死者の微笑としても用いられるようになった。西住小次郎中意後は軍が公式に指定することになる。前近代の中国では出陣の前に軍神に対して生贄を出したことから地祭りという語ができた。西洋ではギリシア神話のアレスやローマ神話のマルスなどが 軍神とされる。また、中国では、死友や官邸などが、ハワイ神話では空が軍神とされる。日本では、などが軍神とされた。中西部士の時代になると、源氏が、岩清水八万を内神とし、各地の源氏も、八幡神を祀ったところから、八幡神を軍神とした。戦死の記事も、参照のこと。明治以降の日本での軍人としては、野木稀助大将。 東郷平八郎元帥の保海下に列する人々が著名である。当初は公式のものではなく、主にマスコミが損傷として用いていた。西住小次郎以後、軍が公式に指定するようになり、軍神に指定された軍人の成果には、軍神の家という表札が掲げられるようになる。軍隊内においても、精神的な指導としてもあった。また、この時代は皇室に忠誠を尽くした。 日本史上の人物も、軍心の象徴として深刻化された。日露戦争中の旅順航閉塞作戦において、閉塞船福井丸を指揮していた、海軍少佐、広瀬武雄は、敵弾飛び来る中で、行方不明となった部下の海軍一等兵装、杉野孫七を探して退避が遅れ、ロシア海軍の砲弾の直撃を受けて戦死した。決死的任務を完光し、 また自らの危険を顧みず部下の生命を案じて、戦死を遂げたことから、没後すぐに軍神とされた。後に、昭和、広瀬中佐に、杉野はどこ、杉野は伊豆屋のように歌われた。現存しない、東京、万世京駅前には、広瀬の銅像も建てられていた。日露戦争中の療養回戦において、不評第十四連隊第一大隊長であった、陸軍少佐、 立花の修太は、修山歩攻略にあたり、最前線で指揮を取り全身に傷を負いながら、一歩も、引くことなく壮烈な戦死を遂げた。特にこの日がかつて東宮武官として側近く仕えた、皇太子、義人親王の誕生日であったことから、命をとして、修山歩攻略に努めたとされている。彼の戦士もまた、立花中佐という章下に歌われた。 1910年4月15日、山口県新港沖にて、第6潜水艇が、ガソリン潜航実験の反潜航訓練中に沈没、艦長の佐久間勤隊以下14名全員が、殉職した。佐久間艇長は、艇内にて最後まで冷静かつ的確な指示を行った、結果、混乱が起こることはなくほど全員が持ち場を離れず、死亡しており、 持ち場外にいた者も,も潜水艇の修繕に当たっていた。佐久間自身はガスが10万四式の迫る中、39ページにも及ぶ遺書を残しており、その中で明治天皇に対する潜水艇の喪失と部下の死を謝罪し、自己原因の分析を記していた。これは国内外から大きな反響を呼び、長らく終身の教科書でも紹介された。爆弾三遊史とも、 第一次上海事変時、国民革命軍第十九祖事軍が、上海郊外に築いた陣地の鉄条網に対して、突撃路を築くため、点火した、破壊灯をもって敵陣に突入爆破し、自らも爆死した独立工兵第十八大隊の三名の伊藤兵のことを指す。昭和期に入って、初めての軍神。東京、芝の清少寺には、彼らの銅像の一部が残されている。 また、田川水宝町、野良黒の少年クラブ1932年5月掲載文に、これをモチーフにした描写がある。その内容は、野良黒の部隊も参加した戦いで、鉄条網を破壊作戦に志願した3名が背に、爆弾を背負い鉄条網に向かって行きそのまま、爆死するというもの。野良黒はその戦の功績で上等兵に昇格したが、戦死した。 決死体三名の母伝で涙を流す、珍しい作風の締めとなっている。後に刊行された単行本、野楽路上等兵で、リライトされた際には、三名が、破壊島を携えていく、実際の三勇士に近い描写に変更されている。満州事変後、元長学領軍出身の軍人たちが、満州国建国に反発して、法人を人質にしたホロンバイル事件において、 鉄道第一連隊の所属だった荒木活業中尉は追撃隊の戦闘となった。道中、敵の放った途方下車の脱線を試みたが、脱線機の装着具合を確認していたため退避が遅れ戦死。死後、上瑠璃や何和説に取り上げられ、鉄道第一連隊の敷地内には銅像が制作された。山西聖広霊県において、 中隊長として従軍した杉本五郎少佐は敵陣に突撃して重傷を負い直立不動の姿勢で宮城の方角へ敬礼をしたまま説明した。国粹主義者であった彼の遺書、大義は終戦に至るまで番を重ね29班、130万部を超える大ベストセラーとなった。久留米戦車第一連隊の小隊長であった西住小次郎中尉は 第二次上海事変から徐州会戦中の昭和13年5月17日に流れ玉に当たって戦死するまでの間30回以上の戦闘に参加した。菊池博史による小説西重戦車長伝は東京日日新聞大阪毎日新聞に連載され1940年小築により映画家上原健が西重役として主演している。軍から公式に 軍神として指定されたのは、西中が最初。旧軍神大統は戦争中のハワイ海戦において、公表的に乗り組み、未期間となった、海軍隊員、岩佐直次ら以下の9名が、特別攻撃隊のインサオとして、軍神とされた。先行艇は一隻二人乗りで、生存者の坂巻和夫将位は、捕虜となったのだが、大本営発表では、この事実は伏せられた。 ただし、ボアの報道により実態は密かに流布された。公表的の訓練が行われた三つくえ湾には、慰霊碑が設置されている。旧軍神を題材にした文学作品には、坂口安吾の短編小説、真珠があり、詩人の佐藤春夫、斉藤も吉、高浜巨子も以下のような喧句を綴っている。まずラ男の仇心に、金で、より、 水つけかばねを、小姫が肘じいたる日を待てるしか、ともく人ねが、日は一つ、佐藤春を、特別攻撃隊軍神の将の九つの軍の神の、面影を、すめらみことはみそなはしますにごりなくひたぶるにして、捧げたる救護命やふが、ざらめやその心を極まりぬれば穴子漬け、特別攻撃隊の名をぞとどむる、斎藤も吉その名こそ春明けぼのの目にさやかは格差に、 おいの涙は毛が荒は死亡しそうその子の母も、うちへ見て、高浜巨子、軍神九柱シドニー湾攻撃に、特殊潜航艇艇長として参加した、松尾義高隊は、魚雷発射艦の故障により攻撃が必わず、手を敵艦へ、体当たりさせることで魚雷を爆発させようと測ったが、これも失敗。部下と共に実決した。死後に階級特進し、 豪海軍より丁重に葬儀が行われた。松浦4人の選手は当時の日本で美男子されていたが、1942年10月5日、遺骨が日本に送還されてきた際に、海軍は報道各社に特殊戦航艇4有志は軍心扱いせざることを申し入れた。これは、真珠湾攻撃の際に特殊戦航艇で戦死した旧軍心の希少価値を下落させたくない。 との配慮とみられている。大東は戦争中のベンガル湾上空におけるイギリス空軍機との空戦で被弾し、1942年に戦死した陸軍中佐加藤武雄が軍神とされた。軍神とされた理由としては、加藤は日本軍史上最多の7枚の艦上を受賞の子さんの戦闘機操縦者であり、何よりも高潔ながらも愛嬌があり、 誰からも信頼されるその人柄の良さ、軍人として優れた指揮官であったことからとされる。また、加藤はその名を拝した、加藤春戦闘隊として、有名な帝国陸軍飛行第64、戦隊戦隊長であり、後に、加藤や部下の戦隊隊員たちの活躍や最後を描いた、戦争映画、加藤春戦闘隊が作られ、同隊の舞台化も有名となった。 大東は戦争中の1944年に発生した冷凍機械戦において、神風特別攻撃隊、敷島隊隊長として指揮し、自らもアメリカ艦船に突入し戦死した特攻隊の戦死者第1号として有名な海軍隊員、関幸雄も死後は軍神として異形の対象とされた。10月25日の4度目の出撃で敷島隊1機が、 護衛空母セントローに突入し撃沈させた。これは一般に赤機と言われ、艦大城は戦死した。実際の特攻隊の戦死者第1号は、大和大隊長、久能義忠特務中尉であるが、海兵出身者を特攻第1号に、都の上層部の意向で、赤が特攻第1号として公表された。桜英治。 日本の歴史中に室町人の精神講談者。二千一年。p 四十四桜井英二日本の歴史中に室町人の精神講談者。二千一年。p 四十四高辞苑第六版岩波書店の地祭りの項にも説明がある。前橋市第一館。p 八百二十三例えば、進む路先方六号の特集は、軍神。広瀬中佐。没後一月余りにして。 すでに、軍心とされていたとわかる。写真集法212号、P2、鶴見俊介、加藤のりひろ、黒川はじめ、日米交換戦新庁舎、2006年3月、358から359ページ。ISBN41 億301万8518。毎日新聞。 検閲手法の証言上官鶴見、加藤黒川2006。ありがとうございます。